はい、というわけでお金を貯めてきました。エリ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 ンギャーエリ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 モミーか。というわけでモミーが仲間になったのでパーティー編成。モミーはどうしようかな。お土産の長い人。これでいいかな。モミー何装備し、何も装備しないんだ。え、売り切れなの？この辺の間ね、装備の名前もほとんど一緒だね。まあ、プロテクター2個と握り拳に使って回復キャンディー取っておこう。装備はそうだね、モミーをとりあえず握り拳とプロテクター、あとはねこいつかな。プロテクター装備しといて。で、エトワールが仲間になった。じゃあエトワールリーダーにモミー入れて、あとカヘルとちょっとクイーンサボテン入れると下がるんだよな。でも一応入れとこう。エトワール何も取りしてないんだ。一応レベル7とかになってるけど、ああそういうことね。ご褒美しましょうか。
通れないんかい。よいしょ。この辺にアイテムが隠れさえしない？それ！ビンボンバー。それなりの攻撃。科学の勝利ですわ。エリ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 。ここでセーブ。アニュアブレイク。それ。科学の勝利ですわ。あの黄色いキノコは何だったの？ここ開けるやつか。何気にタフな敵だな。まあ戦意は効くだろうな。科学の勝利ですわ。開けられない。これは結局こっち行く感じ？で、じゃ何もない。上登って右に行くと。お、トカゲ有限会社が仲間になった。トカゲ有限会社は地属性。地属性はここだな。
デリオが地属性なんだっけ。地属性で固めてみた。お、防弾チョッキ。ドワールに寄生とこう。何があるんだろうな。キノコゲット。あー、いた、エル君。よし、エル君回収。あとはこっちにいたやつを話しかけたいから、もう一回降りて登ってこっかな。戻って青の扉の方行こう。
科学の勝利ですわ。てかお金の命チームすごい稼げるね。あ、味方も人数増えて敵も出てくる数増えてるからっていうのもあるのかもしれないけど、取れられなかった。いいね。ゼリー王はいらないのかな。ゼリー王を取り除いて、先輩キノコだとスピードは上がるけど他は下がっちゃうのか。扉3つあったんだね。キノコの先に行って、振り方びら。半端なところで、
小魔王。あのカメ男は地属性だな。ギルギル。ウィンドウがだいぶダメージ入るもん。せそう。はい。やっ。それなりの攻撃。何はブレイク。闇属性か。さすがね。エテオコンボ。やっ。アジュー。イルイル。奇跡のラップはでもしようかな。あー、クリフある。アシュタン。よし、倒した。科学の勝利ですわ。緑色のキノコをゲット。こっちは何があるんだ？
生だから雷じゃないんだ。えエリアジュギルギル、ゼリー一筋仲間になった。ゼリー一筋は水製のやつか。だったらパーティー編成のエドワールのところにいるクイーンサボテンを手にした方がいいような気がするけど、アタックディフェンススピードが下がるか。先輩キノコサボテン、何があるんだ。それ。防御力高いな。それ。タン。アジュー。科学の勝利ですわ。アイテムがある感じだけ。力。Thank you.
疾走。やりましたぜ、アーデさん。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。